バカにできない水道水道の安全基準。日本の水道水は世界トップクラスで安全30代以上の読者の方であれば地方在住者が東京の水は臭いなどと言っているのを一度くらいは聞いたことがあるだろう昔はそうした意見が確かに市民権を得ていたが昨今はあまり耳にしない結論から言えばその理由は過去に重 年にわたり、東京都が水道水の品質向上に努めてきたからだ。東京都は平成9・1997年に水道事業の将来構想東京水道新世紀構想 STEP を策定し水道水の水質改善などの取り組みを続けてきた。具体的にはオゾンや生物活性炭を使った高度浄水処理設備を導入し、 匂いの元から取り除く美味しい水作りを行っている。その結果、東京の水道水の品質は劇的に改善されたのだ。だが、そんな今でも水道水を直接口にすることをためらう人は多い。その理由として挙げられるのが安全性への懸念だ。水道水には殺菌に塩素が用いられていることもあるため、毎日、 口にしかし日本の水道水は世界でもトップクラスの安全性を誇り水質検査項目ではミネラルウォーターより約3倍多くの手順を踏み管理されている。